皆さんおはようございます。大です。現在私は JR 直方駅に来ています。今回この動画は福奥豊線唯一の本州直通直方発下関行きに乗ってみたということでお届けしていきます。折尾から鹿児島本線へ直通する福奥豊線の列車はほとんどが黒崎や小倉、門司港といった九州島内の駅を発着しています。しかし早朝にここ直方から出る一本だけ関門海峡を越え下関まで行く列車が運転されています。福奥豊線唯一の関門越え列車ということで今回は実際に乗ってみようと思います。ということで JR 直方駅の改札口にやってきました。今回使う切符はこちら、小竹から向原までの乗車券です。こちらで早速ね、入場していきましょう。今回乗車する関門越えの福北豊線は4番乗り場から6時49分発の下関行きです。直方で下関の表示は1日1本これでしか見ることができません。 JR 直方駅の福北豊線ホーム3、4番乗り場やってきました。乗車するね、福北豊線の関門越え下関行きっていうのが4番乗り場から6時49分発なんですが、列車はご覧の通りまだ来ていません。6時32分発の小倉行き発車後、4番乗り場の横に止まっているこちらの車両はですね、一旦引き上げ、回送列車として4番乗り場へと入線してきます。見てみるとですね、前面にはしっかり下関の表示をすでに出しているんですよね。さて、ゆっくりと動き始めました。これから一旦引き上げ線へ行き、現在私がいる4番乗り場へ入線してくるわけです。直方駅の駅名表下には福北豊線折尾若松方面の時刻表があります。平日用と土休日用があるんですね。本日は土休日ということで右側を見ていきます。見ていくとね、若松まで直通するやつと折尾折り返しのやつ、そして鹿児島線に直通していくやつがあります。鹿児島線に直通していくやつはね、朝と夕方の時間帯って感じなんですね。で、直通していくやつが小倉門司港なんですが、一本だけね、関門を越え下関に行くやつもいるわけです。下関に行くやつね、土休日も平日も運転されています。ただね、関門を越える福北豊線はこの列車以外は存在しないんですよね。直方駅4番乗り場には6時49分発福北豊線唯一の本州直通下関行きがやってきました。こちら JR 九州の高直両用車両415系です。側面表示は幕式で行き先の下関単体になっています。しかもね、先頭車両の幕の場所がですね、ちょうど直方の駅名表と被ってるんですよね。いや、これはめちゃくちゃいいですね。直方発っていうのがよくわかります。1日1本のレアな光景ですね。それでは早速福岡豊線唯一の関門越え乗車していきましょう。乗車する前ね、列車とホームの間に少々の段差があります。足元には十分気をつけましょう。そして車内はこんな感じです。オールロングシートになっています。6時49分直方駅をね、下関行きの福北豊線発車していきます。
方から博多方面の福北豊線は列車の本数がかなり多いため線形いいんですが、大方から折尾方面っていうのはそんな線形良くないんですよね。そんな中415系が結構かっ飛ばしていくということで車内はかなり揺れます。列車や現在女川を渡っているんですが、この区間上下線でね、鉄橋の形が異なるんですよね。安治川橋梁東海道本線みたいです。直方を出てから18分、やってきたのが東水巻駅です。この駅ね、ご覧の通りホームの途中からね、上下線で分離しているんですよね。他路線でね、ホームが分岐してるなと思ったら、同じ路線でね、ホームが分岐してるっていうのはなかなか面白いですよね。しっかり入り口のところにもね、案内が書いてあるわけです。7時8分、東水巻駅発車していきます。東水巻を発車するとね、ほんの一瞬だけなんですが、上下線で違うところを走行していきます。何かを迂回するかのように上下線で分かれているみたいですね。さて、列車は間もなく折尾駅に到着するわけなんですが、今年の春までね、折尾駅、鹿児島線に直通する列車はここをまっすぐ進んでいたんですよね。高見口という駅舎を使っていました。ただね、新線ができて現在は普段の路線と同じ区間を走行しているわけです。見づらいんですが、トンネル内でですね、若松方面と分岐するんですよね。ちょうど分岐していきました。そしてトンネルを抜けるとですね、鹿児島本線と合流するわけです。直方を出てから27分、やってきたのが折尾駅です。折尾駅では時間調整のため3分ほど停車します。また折尾から先は列車鹿児島本線を走行していくわけです。2番乗り場にね、この福北豊線の鹿児島線直通列車が止まるようになったっていうのは、先ほどお話した通り2022年今年の春からです。それまではあちらの方にあるね、高見口というところから出ていました。今はね、もう高見口ほとんど跡形もない状態らしいです。それまではね、本当に乗り換えが大変だったんですが、今ではもう乗り換えはね、博多方面正面で乗り継げるようになっているんですね。折尾駅をね、下関行き発車していきます。ここから鹿児島本線へと入っていくわけです。高架橋からね、右側を見るとですね、線路跡が見えます。こちらがですね、元々の旧線と呼ばれた東北豊線と鹿児島本線の陥落線です。高架区間が終わるとね、不自然に線路がカーブしているんですよね。これは元々直線だった地上区間へ行くものから高架方面へとね、切り替えたためです。その名残です。列車は折尾から鹿児島本線に入ったわけなんですが、実はですね、2つ隣の黒崎までは鹿児島本線と福北豊線で線路が別なんですよね。この区間は鹿児島本線なんですが、福北豊線と鹿児島本線の福福線区間になっているというわけです。なかなか面白い構造ですよね。黒崎に到着前に鹿児島本線が下り線側だけね、またいでいきます。この後、福北豊線専用線が鹿児島本線に合流するためなんですよね。黒
黒崎駅を列車は発車していくわけなんですが、発車後すぐにですね、福岡豊線専用線から鹿児島本線へと転線していきます。能形を出てから39分、やってきたのがスペースワールドです。この駅では4分ほど停車し、後続の快速列車を待避します。7時32分、スペースワールドの、ね、列車を発車していきます。関門越えですね。 JR 九州ではほとんどの電化区間が放流になっています。ただ海を渡った先の本州ではほとんどの電化区間が直流になっています。そのため高直の切り替わるデッドセクションをこの後通らないとならないんですが、通過時にね、故障がないか確認するために門司駅では高直の切り替えテストが行われます。発車後すぐに高直の切り替わるデッドセクションを通過していきます。高直切り替え中は車内の電気が消えるわけなんですが、次に着いた時はね、直流に切り替わったタイミングです。また高直の切り替え、デッドセクション通過時に車内の電気が消えるっていうのはね、最近ではなかなかないんですよね。高直切り替え区間自体は結構日本全国に多々あるわけなんですが、それでもね、車内の電気は消えるっていうのは全国で数例しかありません。めちゃくちゃレアな光景になっています。さて、直流へと切り替わったところで列車はトンネルへと入っていきます。関門海峡越えの関門トンネルですね。能形を出てから1時間13分、やってきたのが終着駅の下関です。乗ってきた415系は折り返し8時7分発、小倉行きとして運転します。福岡豊線唯一の本州直通能形発下関行きを乗り通してみた動画、いかがだったでしょうか。実は西九州新幹線開業の9月23日ダイヤ改正で、福岡豊線からの本州直通というのはなくなってしまいます。残りわずかなんですが、機会があればね、ぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。